こんにちは、芋のレーダーチャンネルのカツサンドです。今回ですね、まあ動画でねもう載せてあるんですけども、メザスター今日行ってですね2ゲームやったんですよ。で2ゲームやったら、なんとですね3体のスーパースターポケモンをゲットできたということで、こちらねミュウギャグだギャグだ、こっち、めちゃくちゃ可愛いんだよね、これね。それからサザンドラ、そしてケルディオ、ね、まあねこの3体ね、取れることねないので、いやー今日はもしかしたらね何かあるぞということで、その後ね散髪行ってねさっぱりしたんですけども、そのねゲームやって、その帰りにですねコンビニでシャイニースターこちら1パック買いました。何かある日なので、これ買ってねもしかしたらこれ何かあるかもしれないということで、今回はまあ今ねこう絶好調の波が来てるんで、それに乗ってこちらをね1パックだけ開封していきたいと思います。はい、ね、これくださいってね、まあ、店員さんがね選んでくれたんですけども、さあこちらどうでしょうか。では行きたいと思います。いやーこういう時はね大体ね何もないんですけどはい、あこれついてますね、はい、あカメックス、はい、では行きたいと思いますが、さあ何かあるでしょうか。では1枚目、はい、モクロ、ドラメシャ、トリプルレアでもね来てくれるといいですよね。おこれ初めてですよ。ギモン、普通の釣り竿、変だねもうね、うっうエール団の応援タオル、こんなの、はいドン、はい、ではそろそろ来ると思います。ここから色が変わります。はい、スイ君、おお、ゴリランダー、この次はねこの次ドンあダブルレア普通でした丸役で V 丸役でね丸役で、うん、あダブルレアね、はい、ほっとしましたバチウニーってね、ああいうことでここでなんかね出ちゃったらね、ほんとね運勢全部使っちゃうような感じなんでね、まあある意味ほっとしましたけども、うん、ある意味残念だね、動画的にはちょっと残念でしたけどねということで運試しやってみましたけどね、まあそううまくはいかないということでしたそれでは See you next movie! うわーつまんねえ動画ー。